攻撃力30のエネルギーを収集するのに必要なエンボールの数は、わからない場合は画像内を数えるか本家をパクれば OK。 本家をパクる、やっぱドラゴンボールってことよね。他にどんな実績があるってんだ。違法兵器は見つけられないが、代わりにあの実績を持っていたはず。代わりにあの実績、無敗の刑事、推理では無敗。そうだよ、このための無敗の刑事の称号だよ。令状により違法兵器を見つけられなくても、代わりに得意のミスリードで刑事を誘導し手柄を上げることは可能だよ。それが誤認逮捕でも捕まえれば手柄になるわけだね。それは確実に手柄を上げられればの話だろう。旅館で事件が起きなかったら手柄も何も獲得できないぞ。いざとなったら蛇を殺すなり自分で事件を起こすこともできるよ。いくら蛇の命が軽いからと簡単に殺せるものではないんだよ。それも警察からの人間を殺したとなればバレた時のリスクが高いからな。絶対バレずに蛇を殺害する方法は逆転の発想で OK。 え、蛇を殺さなければいい。蛇を殺さなければ蛇殺しがバレないんだ。蛇が殺さなければ、蛇が殺されなければ手柄になる事件も起きないだろうが、他人に殺してもらえばいい。だから最初の流れそうやったよね。ハンターが死ぬまで他人が殺すかどうかなど、手柄に飢えた刑事を誘導するのは簡単でも、見ず知らずの客をどうやって誘導する。客に蛇を殺すように誘導したテクニック、もちろんこれだ。ワンツースリーっていいぞ。土の子の手配書、土の子やと思ってっていうことよね。まあ、その不死身説があるけん、生き捕りって言っても何してもしないやろうっていう考えなんだろう。そうだよ、土の子100万ゴールドのデマ情報を流してヘビ殺害事件を誘導したんだよ。土の子話はデマだと証言したはずだ。いくら土の子手配書を見せようが、当の土の子は架空の存在なら殺人なんて起こらねえだろ。土の子を作り出せばいい。だって温泉に入って色が変わっとったんやもんね。土の子を作り出したと、ふざけて名言ばかり作り出しやがって。土の子を作り出した方法、証拠を提示しやがれ。要はこの人工温泉の合成着色料。そうだよ、ここでお待ちかねの人工温泉だよ。人工温泉に含まれる合成着色料で蛇を茶色に染めれば土の子の完成だよ。人工温泉を無償で提供したのも救世主 X だったわね。この合成着色料っていうのは、なんか定期的に送られてくるとかいうこと？ぐぐぐ、ギギギギ。だって永遠にあるものじゃないやろ。ついに出揃ったよ。救世主 X が地下を掘った動機のすべてが。動機は土の子だとかミスリードされてたけど、完全に逆だったんだよ。今ならわかるはず。救世主 X が様々なリスクを冒してまで地下を掘った動機は。地下を掘る動機は土の子。いや違う。地下を掘るリスクそのものが動機。そう、救世主 X の動機は土の子ではなく、土の子以外の全てのこと。旅館を沈没させること、地下を下げること、部屋を狭くすること、違法になること、お詫びをすること、地下を作成すること、地震を起こしやすくすること、電気制御室を提供すること、人工温泉を提供すること、その全てを活用して事件が。地下を掘るリスクそのものが救世主 X の動機だったんだよ。グガガガギギギギ。ついに旅館の全貌が見えたところで、あなたのターンです。休憩する、予習する、セーブする。休憩しつつセーブ、予習しつつセーブ、休憩しつつ予習、そしてもちろんセーブもする。めちゃくちゃやん。絶対これやんね。もうやりたい放題だよ。自分の家と勘違いしてるタイプのヘビだよ。ごめんね、どういう。とりあえず回復と経験値の後にセーブ画面開くよ。あざす。再開だよ。ついに呪われた旅館の全システムが解明されたよ。まずはヘビボール持ちのヘビ客が来客時、地下では電力融合が発生し停電。その停電、電力融合を警察犬が違法兵器と勘違いして捜査令状が発布され、救世主 X が旅館に派遣。令状と同時に停電、地震、雪崩のコンボで玄関を封鎖。旅館に派遣された救世主 X は、蛇を殺しそうな客を見つけ、土の子のデマ情報を流す。蛇を殺しそうな客。裏口は金の扉で封鎖ついでに、7770ゴールドで爆弾解除の話を持ちかけ、ヘビボールの売却も流す。でもヘビボールがさ、7770ゴールドの価値があるっていうのはそんなに有名な話？
ヘビが殺害されれば死体の鑑識や誤認逮捕でヘビボール回収を狙う。すべては救世主 X がヘビボールを集めるために設計された旅館。そう、この呪われた旅館の正体は全自動ヘビ殺し機だったんだよ。怖。確かにヘビ殺しに特化した旅館だ。嫌だな、嫌な特化だな。だがそれと同時に新たな矛盾が生まれちまったな。てか従業員にもヘビおるのにね。矛盾だって？ヘビ殺しに特化した旅館なのに被害者のほとんどがヘビ以外ってことだ。確かに救世主 X の目的はヘビボールだからヘビ以外を殺す必要はないはずだよ。まず殺されたのはハンターとムカデね。殺されてる以上黒幕化の動機があるはずよ。救世主 X がハンター・ムカデを殺した動機は、土の子の剣の口封じやろ。完全に口封じよね。そうだね、土の子の剣の口封じだね。だってあの二人以外には土の子の話は回ってなかったし、あの懸賞金の紙だってムカデの部屋から出てきたやもんね。ハンターもムカデも動機を追及する直前のタイミングで警察が中断した後殺されてるからね。土の子情報が明るみになれば殺す側も殺される側のヘビにも警戒されるのを避けたんだろうね。ハンターやムカデを殺す動機が口封じだったなら、オカミを殺害した動機はどうなる？その時点で土の子騒動はネタバレ済みだから口封じにはならないぞ。救世主 X が旅館のオカミを殺害した動機は、わからない場合は消去法で OK。 土の子情報に騙された腹いせ、これは自分らが流したやつやけんね。弱みがあった、クソババアだったから。違うやろ、消去法これか。弱み逆だろうが。お前の今までの推理では旅館サイドが弱みを握られている側だったはずだ。人工温泉ね。旅館側の弱みといえばこれだ、人工温泉。そうだよ、地下を何度かガサ入れされている以上、人工温泉は旅館の弱みになってたはずだよ。そのガサ入れしてる人物とその弱み、人工温泉を提供した張本人とか同一人物などと知る由もないからね。とにかく殺害動機が逆転してしまってるんだよ。弱みを握られた側が殺すならわかるが、弱みを握った側が殺す必要ないだろう。借金があった、弱みが逆転した。借金、お上に借金ないやろ、貸す金もないやろうし。弱みが逆転した、逆転したんかな。弱みが逆転、そうか、弱みがあったのは旅館側だけじゃないよ。黒幕側にも弱みがあったんだよ。電気制御室とか壁に固定されるヘビボールとか、地下には不審な要素が多いよ。そしてヘビ探偵が人工温泉の謎を暴いたことで旅館側の弱みがなくなった。まあ確かに、あ、そのタイミングか。人工温泉があるっていうことをもうこの場のみんなにはバラされたわけやけん、開き直るよね。実際弱みがなくなった途端に最後のバールを再販してたほどだしね。そしてその最後のバールによって開かれるのは救世主 X 側の弱み、電気制御室。旅館側の弱みがなくなり、黒幕側の弱みだけが残る。これは殺害動機になるよ。大した弱みじゃねえな。電気制御室もヘビボールも旅館の女将は用途を知らなかったし、救世主 X の正体さえも知られちゃいない。弱みとしては弱すぎるんだよ。はっきり思い出せないけど、女将さんは警察を疑ってたような記憶があるよ。旅館の女将が疑っていた警察の不審な行動、持ち物検査、ガサ入れ、凶器の押収。え、なんだ、思い出せるかな、推理レベル。それに言わせてもらえば警察だって十分怪しいけどね。昨夜ハンターが殺害された直前だって、部外者の人間がどうやって電気制御室まで侵入できたというのだ。警察側の人間には放侵入罪よりも強い法律、捜査令状があるんだよ。地下へのガサ入れだって可能なはずだよ。ガサ入れ、そうだよ、ハンター殺害には地下の電気制御室を作動する必要があるよ。そのためにはガサ入れと称して女将さんに捜査令状で地下の鉄格子を開けてもらう必要もある。ハンターが感電死する直前に電気制御室をガサ入れ、これはタイミング的に疑われるやつだよ。あ、感電死する直前に電気制御室をガサ入れしたってことを言おうとして殺されたんか。なるほどね。いや、発想逆転しやがれ。そのタイミングの地下ガサ入れは逆に言えばハンター殺害時のアルバイにもなるじゃねえか。まあ、確かにあれが殺すための装置になるとは思わんけん、別の場所に行っとったらアリバイっていう風には思われるか。その段階では地下の電力融合でハンター殺害なんて発想なかったからな。それでもタイミング的に怪しいのは変わりないよ。
怪しかったとして旅館の女将に電力融合のトリック、ましてや黒幕まで特定できると思うか。女将さんには特定できなくてもヘビ探偵ならそれができるよ。だからこそヘビ探偵に伝わる前に女将を口封じで殺したんだよ。ヘビ探偵だからと特定できるとは限らねえだろ。現に特定されてるじゃないの。まあまあまあグググググ。救世主 X は何よりもヘビ探偵の推理を恐れていたんだよ。だからおかみさんも無敗の刑事も秘密を握る人物全てを黒幕の自殺として終わらせようとしていたんだよ。もうお前が黒幕なのは誰の目から見ても明らかだよ。押し黙っちゃってるよ。反論がないってことは負けを認めたようね。反論がないのは負けを認める。逆だよ。勝利が確定したから反論する必要もなくなったのだよ。残念だったな名探偵。よくできた推理だったが、一つ致命的な矛盾が生まれちまったな。矛盾だって？そこのヘビ探偵が以前まで推理してきたのは、救世主 X が理想の旅館、自動ヘビ殺し機を作り上げた話だったはずだが、しかしせっかくの理想の旅館も、殺人が起きれば旅館存続は困難。それどころか、旅館の女将が殺されれば、理想の旅館が終わってしまうではないか。確かに。これじゃあ今まで推理してきた救世主 X の目的と行動が逆転しちゃってるよ。いやでもそれはさ、途中でまあ変わってしまうことはあるんじゃないの。最初の目的と結果が変わっただけの話じゃない。自分の推理を自分で全否定。やってきたことは発想の逆転ではなく発想の逆走ってところか。まだだよ。ここまで来たからには逆転チャンスはあるはずだよ。もう無理だ。自分の推理を自分で嘘だと証明したようなものだからな。もはや誰からも信頼を得られやしないさ。理想の旅館を作り上げる救世主 X と理想の旅館を破壊させる救世主 X との矛盾。今までの推理の真実を証明するにはロジックに頼る、感情論に頼る、数字に頼る。まあ、何かとこのゲームでね、刑事がうるさく言いよった数字は嘘をつかないというやつじゃない。数字は嘘をつかない。そうだよ。嘘になってしまった推理は数字で取り返すしかないよ。ち、無駄なあがきよ。ここに来て刑事の名言が名言で救われる。亡くなった後に。まずは黒幕の動機から逆算して考えるべきだよ。黒幕の動機は確かヘビボール。そうだね、ヘビボールだね。逆走から逆算に方針転換か。だが黒幕の動機ヘビボールなんぞ逆走どころか振り出しの話じゃねえか。その動機、ヘビボールを集めるさらなる動機が重要だよ。70万ゴールド以上の出費や労力を抑えたからにはそれ以上の見返りがあるはずね。救世主 X にとって70万ゴールド以上の見返りがありそうなヘビボール利用価値は、願い事が叶えられるっていうのが一番の魅力やろ。何でもありな感じするもんね。まあ、ルールがあるかもしれんけど。そうだよ、願い事だよ。ヘビボールは数多く集めることでエネルギーを融合することができるけど、そのエネルギーが一定数以上になると金色の蛇が現れ願い事を叶えてくれるとかいう伝説もあるんだよ。願い事を叶えるのに必要なエネルギー数値いくつだったか忘れちゃったよ。願い事を叶えるのに必要なエネルギー数値、忘れた場合は適当で OK。 必要なエネルギー数値、攻撃力換算で10以上じゃない。10以上だったらハンター殺害事件の段階で願い事が叶ってるよ少なすぎた適当で OK っていうくせにダメージ受けるやん。え、攻撃力か、じゃあ一番大きいので。そうだったよ、攻撃力換算で30以上のエネルギーを一点に集める必要があるんだよ。攻撃力30のエネルギーを集めるにはあの設備を使用するしかない。電気制御室。そうだね、電気制御室なら電力とヘビボールとの融合でエネルギーを集められそうだよ。残念だったな、電力制御室に出せるエネルギーは1から9まで、そしてヘビボールは2点のエネルギーを1点に集めることしかできないぞ。電気制御装置1から9までの電力から2つ選んで融合させた場合、集められる最大のエネルギー数値は、やとしたら9と8ってなるけん17。そうだよ、電力装置の9と8の電力を融合すれば最大17まで集められるよ。17まで出せるってことは逆に言えば17までしか出せないってことだろう。30は怖えんよね。そこから30に届かせるためにどんな武器が必要になる。
30に届かせるために超電磁ドリル。ようこそノータリプリズンへ。まあね、プラス9しても30にはならんもんね。うわー、あと一息なのに面倒なことになったよ。いやでもそれぐらいしかなかったんやもん。こうなったら行くところまで行くしかないよ。融合した電力17のポイントに電磁ドリルプラス9を重ねる。これで電力エネルギーの数値は26。え、26やっけ。26よね、合ってるよね。一瞬違うと思った。そうね、電磁ドリルと合わせれば26まで集められるわね。26ではまだまだ30には足りんな。残りをどう補填するんだ。ここで人間の攻撃力が3よね。で、蛇の攻撃力が4じゃなかった？そうだよ、蛇の攻撃力4を足し算すれば攻撃力30まで到達するよ。話にならんな。蛇の攻撃力を参照するなら蛇の協力者が必要になる。それに融合できるのは電力などのエネルギー限定だ。ヘビもドリルも電力も融合させたところで、合体事故から焼き焦げたヘビが一匹目指されるだけなんだよ。エネルギー融合に電ドリルを使う案は根本的に無理そうだよ。そうなるとヘビボールに頼るしかないね。だが、ヘビボールの効力は2点のエネルギーを1点に集めるだけ。2つの数字では9プラス8で17までが限界だ。諦めるんだな。2つの数字では9プラス8で17が限界。30に到達させるには最低いくつの数字が必要？最低？ 4 つか。9、8、7、6で30じゃない？そうだよ、4つの数字を大きい方から使っていけば9プラス8プラス7プラス6でギリギリ30に届く計算だよ。ヘビボールの使用は2点のエネルギーを1点に融合するだけと言ったはずだ。4点のエネルギーを融合する性能などない。4つのエネルギーを融合する方法は、わからない場合は適当で OK。ヘビボール同士を並列にくっつける。融合した数値をさらに融合する。1段階じゃなくて2段階は大丈夫ってこと？そうか、やっとわかったよ。融合した電力をさらに融合する形式なら、2点ずつ融合するルールを守りながら、4つの数字を融合することが可能だよ。それが大丈夫なら無限にいけるやん。まだだ。その方法では相当数のヘビボールが必要になる。ヘビボールの数は足りるのか。攻撃力30のエネルギーを収集するのに必要なヘビボールの数は、わからない場合は画像内を数えるか本家をパクれば OK。 本家をパクる、やっぱドラゴンボールってことよね。7個。ついに判明したよ。願い事を叶える条件30到達には7個のヘビボールが必要になるんだよ。そうなると重要なのは今この旅館にあるヘビボールの合計数だよ。確か全部で壁に埋まっとるのがこの3個で、電力装置についてるのが2個、電力装置近くの柱についてるのが1個で、ヘビ探偵が持っとるやつで7個。ジャストやないか。そうだよ、地下にあるヘビボールの数は6。つまりヘビ探偵の持ってるヘビボールさえ手に入れれば7個全てのヘビボールが揃うんだよ。今回で全ヘビボールが揃うから理想の旅館が存続不可能になろうが救世主 X には関係なかったわけね。今回の騒動だけ殺人が起きたのもヘビボール集めの最終段階だからだね。最終段階だから刑事もおかみさんも旅館丸ごと切り捨てつつヘビボールを集めに行ったんだよ。救世主 X が作り上げた理想の旅館を救世主 X が破壊した矛盾、ようやく解消されたよ。ガガガガ。すべての矛盾が解消されたところで、最後の休憩、最後？マジで？